にちは、助産院パブパブ助産師の久子です。はい、お金の話でございます。お金の話はお金の先生上越パパに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張らんでええです。適当でええです。 Give my life color. You give my life color. Color, color. You give my life color. Color. 保険の見直しですよ。入りすぎてんちゃうかな。どれをどう見直したらいいんだろう、わからないですね。でも見直さなあかんねやろなっていうのは、払いすぎてるんかなっていうのは感じてる。でもどうしたらいいかわからへんっていうことがあるので、どのように保険ってまずどんな種類があって、はい、どんなことを見直していくべきなのかっていうところを陽一パパ教えてください。はい、わかりました。はい、では早速いただいてる保険の見直しについてのご質問を一つ読んでみたいと思います。ゆりりんさんです。はい、はい、保険の見直しについて教えていただきたいです。30代の共働きの夫婦、どちらも正社員で、子供が5歳と0歳の4人家族です。夫婦ともそれぞれ独身時代から生命保険、医療保険、がん保険等に加入しており、入りすぎな気はしているものの、どうやって見直していいかが分からずにいます。保険料は月いくらぐらいが適正なのか、また夫婦それぞれ生命保険はどれぐらいかけておいた方がいいのかを知りたいです。ちなみに住まいは持ち家で、旦那単独のローン返済中です。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、そうですね、前にも話したことがあるんですけど、まあ、大体うちに来るお客さんが、まあ、もちろん保険の話も見ているわけですけど、はい、大体ですね、9割方の人は入りすぎる。9割ですよ、うん、9割ってやっぱ日本人保険が好きなのかわからないですけど、まあ、大体ですね、やっぱ少ないねとか入ってないねって人は珍しくて、まあ、どんなパターンかっていうと、まあ、大体保険入んないできて子供が生まれましたとかっていうシチュエーションになると、まあ、子供が生まれたら入った方がいいパターンが多いんで、まあ、だと足んないですねとか必要ですねって話になるんだけど、まあ、既存の人で、まあ、今みたいにね、今入ってますよ、見直ししたいんですよっていうジャンルで言うと、まあやっぱ9割ぐらいの人は、まあ、こんないっぱいいらないよねって話がほとんどですね。じゃあ具体的にどういう、はい、まず保険の種類って、はい、ちょっと書きましたけども、そうですね、まあ、これは保険というか、まあ、考え方から、うん、理解してもらうと、なぜ入るのかっていうと、まあ、もしその事象が起こったら、まあ、例えば死んだ、病気になった、怪我したとか、まあ、そういうことですけど、まあ、そういうことが起こった時に家計が、まあ、耐えられないと、まあ、お金的にですね、お金的に何かがあった時に耐えられないから、まあ、そのリスクというか、まあ、そういうことが起こった時の困ったことにならないように保険に入ってカバーしておこうっていう話なんです。そうすると、まあ、例えば今言ったら亡くなったとか病気とか怪我した時に家計が本当にどのくらい困るのかっていうのを考えないといけないですね、はい、だ家計がどのくらい困るかを具体的に考えて保険に入ればよくて、そこをすっ飛ばして亡くなったら不安だとか、病気とか怪我になったら不安だって言って、その不安だから入るっていうプロセスがあんまり良くない。みんなそうじゃないですか。でもだから不安なんだけど、数字的にどのぐらいのダメージなりリスクがあるかっていうのをちゃんと計算して、でリスクがない人もいいんですよ。それはまあいろんな家庭の環境とか状況にもよるんですけど、何かあっても大丈夫だね、で大丈夫だったら、まあ、心配とか不安だけど、まあ、大丈夫なら保険入んなくてもいい。だどのぐらい大変なのかとか、どのぐらいリスクあるのかっていうこの量をね、ちゃんと計算して、でこれは人それぞれだいぶ違うんで、そこ計算して入ってる人ってどれぐらいいるんですかね。みんなただ不安やから入ってるだけみたいな、よう分からへんから反抗したみたいな感じなんですか。まあさっきのね、世の中で、まあ、うちに相談来る人は9割ぐらい入りすぎてるとは、9割ぐらいの人はちゃんと計算してないんじゃないですか。ですよね、やと思う。どうやって計算するのかも分からないですね。で、まあ、まずはですね、まあ、一番ポピュラーというか、死んだ時どうなるのみたいな話があるわけです、で死んだ時のこのリスクを考えなきゃいけない。でその時、まあ、死亡保障、まあ、死んだ時の保険を考えるわけですけど、
これは死んだ後のことをある程度想像しなきゃいけない。でこれはまあ具体的に言うとどういうことかというと、旦那さんが亡くなりますと、うん、旦那さんが働いてもらってた給料はもらえなくなる、はい、でも、まあ、奥さんとか子供とか、まあ、遺族ですけど、亡くならなかった方とか生きてる方は、うん、その後も生きていかないといけない、はい、でその生きていくのにどのぐらいお金必要なんですか、うん、っていうことをまず計算しないといけないですね。そこ、はい、そうすると、まあ、具体的にはどうなるかというと、生活費は、うん、まあ、旦那さんが亡くなったと仮定すれば、まあ、例えばね、奥さんと子供2人ですと、うん、3人の生活費、うん、4人の生活よりはちょっと減るんですよ、うん、生活ね、はい、でそれからかかるお金、子供の教育費をどうしますって話で、うん、これも人によって考え方が分かれるんです。要するに旦那が亡くなっても亡くならなくても、まあ、例えばですよ、うん、子供は私立の中学行かせるんや、うん、だ行かせるから旦那が生きてようが死んでようがこのぐらいかかりますっていう家庭もあれば、うん、例えば僕とかですよ、うちの考えで言えば、僕がもし死んだら法律行けやと、私立とか贅沢なこと言わないで、うん、お父さん亡くなってんだから、うん、頑張って法律行けと、大学行きたかったら国公立の大学行けと、うん、そんぐらい勉強しろっていう考え方もあるよ、うん、はい、そうですね。そしたらお父さん死んだら、うん、生きてたら私立行けたかもしれないけど、うん、死んだら頑張って勉強して国公立行ってくれっていうことで、やっぱり数百万、数千万かかってきちゃう、うんうん、旦那が死んだ後どうするかっていうのは、生活費の水準、教育費の水準を落とすのか落とすのか、うん、旦那が死んでも年に1回海外旅行行きたいっていう価値観とかもスタンスも全然ありだし、うんうん、いやお父さん亡くなったら、うん、もうちょっとつつましく生きようとか、うん、国内旅行はいいかもしれないけど、うん、海外旅行毎年行くとかってやめようみたいな、うん、まあ、そういうことを考えなきゃいけないです。で考えて計算して、うん、じゃあお父さんが亡くなった後も2億円ぐらいかかるねとか、1億5000万かかるねみたいなことが出てくる、はい、死亡後にかかる費用を考える、はいはい、まあ、僕が亡くなったら、うん、イメージとしては奥さんと子供は、うん、奥さんの実家に引き上げるイメージ、うん、なるほど。なぜなら僕はその賃貸暮らし、東京で賃貸暮らしてるんで、うん、まず家のコストがまあまあある、うん、なんでそこに住み続けたら高いから、うん、奥さんの実家は横浜の方なんですけど、うん、まあ、そっち移ってもらって、うん、奥さんの実家に嫁と子供は住まわしてるということなんで、住宅コストが劇的に下がるイメージなんですよ。なるほど。生きてる時よりも、はあはあ、死んだ後のかかる費用っていうのは、まあ、僕が今生きて生活してる時よりもぐっと下がる。だから保険金額も下げられる。まだ陽一パパが生きてる今の力、いろいろこう想定をしてちゃんとそこ話してるわけですよね。だから保険を考えるときは死んだ後どうするかを想定しなきゃいけない。で一方で、まあ、死亡後にかかる費用が想定できたら、まあ、旦那が死んだ後奥さんと子供たちが、うん、まあ、どう稼いでいくか、うん、どう収入を得ていくかってことを考える、うん、だ奥さんが例えばだけど今専業主婦だとしたら、旦那が亡くなった後は働き出ますよ、うん、旦那が亡くなっても専業主婦でずっとやっていきたいっていうことが、まあ成立するのかどうか分かんないけど、まあそれでもいいんだけど、うん、そうすると稼げないから保険は増えます、うん、でそれもなんかパートで働くのか、うん、正社員に復帰しようと思ってるのかみたいなことで稼ぎ方が変わってくるから、うん、そのどのぐらいかかるんだけどどのぐらい稼ぐかっていうのを考えるわけ。であとは、まあ、普通は旦那さんが亡くなったら遺族年金と呼ばれる奥さん子供に年金が出てきますから、うん、年金額を計算します、うん、いくらぐらい入ってくるか、うん、あと質問の方は、うん、今なんだっけ持ち家ですと、はい、持ち家ですで旦那さんがローンを払ってますって話だったので、この場合はですね、普通の家庭であれば団体信用生命保険といって、まあ、旦那がローンを払ってる人が死んだら、うん、そのローンの返済終わっちゃう、まあ、そういう保険に大体入ってるんですよ。だからこの人の場合はおそらく旦那が亡くなれば家のローンが全くゼロになるんで、家のコスト劇的に、要は住宅ローン払わなくてよくなるっていうパターンになるんです。だから死亡後のかかる費用っていうのはそんなに
まあ、ぐっと減るということで、まあ、今言った死亡後にかかる費用は割合本当細かくですね、設定を考えなきゃいけない。で今言ったその時点で、まあ、亡くなった時の後に稼げる収入であるとか、まあ、年金、遺族年金であるとか、まあ、こういったものを考えて引き算すると本当に必要な保険が出てくる。まあ、このね、死亡保険とか保障を考えるときには死亡後にかかる費用を、まあ、割合細かくその設定を想定を考えて、でそれから最後に、この亡くなるときに準備できるお金、いわゆる、まあ、その後残された奥さんがどのぐらい働くのか、とか遺族年金がどのぐらい出るのかとか、まあ、そういったね、収入面を計算して引き算してあげたら初めて、死亡後にかかる費用からその時点で準備できる金額を引いたものが保険の金額、こんだけいるよ、足りひん分こんだけや、はい、まあ、具体的に、まあ、ここが、まあ、1億5000万ぐらいしましょう、ね、死亡後にかかる費用で、この時点で準備できているというのは先ほど言った、まあ、働く想定とか年金の想定とか、まあ、今あるお金みたいなものも含まれますので、まあ、これ1億円ぐらいあります、はい、そうすると足りないのは1億5000から1億円引いて5000万必要ですよねとかってことで、まあ、初めて5000万入んなきゃいけないよねって話が出てきて、で5000万の保険入るんだったら何々生命のこの保険がいいよねみたいな議論に落ちてくる。その時点で準備できる金額っていうのをちゃんとこれ考えてなくて、死亡後にかかる費用ばっかり皆さん見てるじゃないですか。いやでもさっき言ったこっちの想定をちゃんとしてる人も少ないと思いますね。さっき言った旦那さんがもし亡くなったらどのぐらい働くんですか、どこでどういう生活するの、家はどうするんですか、生活費はどのぐらいの水準するんですかとか、であとさっきのこっちですね、その遺族年金がどのぐらいなんですかとか、あとね、学費は買えるんですか買えないんですかとか、絶対話し合ってないと思うわ、そんなの若い夫婦で、そこまで考えないから、まあ、なんか多少多めに、ざっくり多めっていう計算をしている人が圧倒的に、で結局払いすぎてるやん、そんなにいらんやん、その9割の払いすぎに入りすぎやんっていう話なってる人が圧倒的にと思います、はい、というのが、まあ、死んだ時の保障だ、でもう一つですね、まあ、質問ですごく多いのは、所得保障と呼ばれるやつで、まあ、これはどういうことかというと、その人が働けない状況の時の保険です、で、まあ、よくあるのは事故とか病気とか怪我とか、まあ、こういったもので、まあ、保険必要ですよねっていうのがあって、でこれも2パターンあってですね、短い短期で、まあ、1ヶ月でもいいんですけど、まあ、しばらく働けない時にどうしようみたいな話と、あと長期で2年5年あるいはずっとみたいな、長い期間働けない時の保険、この2種類がよく質問とか皆さんからいただくのは、医療保険とかがん保険どうなんでしょうっていう話なんですけど、はい、医療保険とかがんはこっちなんですよ、こっち短期の所得保障、はい、短期だって分かんないですけど、今ね入院とか怪我とかしても、まあ、大体ねもう1週間もせずに、出てきちゃうんですよ、病院がほとんどですよね、まあ、そうすると、まあ、3、6ヶ月ですらなくて、まあ、例えば半月、1ヶ月働けない時の保険っていったら医療とかがんとかだよね、まあ、ここの話が多いんですよ、でも本当はですね、さっきの保険は困るから入るんですよ、なんかその時があったね、やっぱ半月働けないリスクよりも2年とか5年とか、あるいはずっと、まあ、若いんだけどこれからずっと働けない時の方が圧倒的に困るわけです、本当はこの長期の働けない時のリスクから考えなきゃいけなくて、こっちに入っておかない、まず入っておかない、こっちをまず考えない、考えない、考えてさっき言ったリスクがあるのかな、リスクそうやって言われたら短い期間っていうものよりも、医療保険、がん保険よりも、まあ、診断時のことを長く働けない時を先に考えてからのこれやっていうこと、
そうですね、こっちとこっちの方がリスクが大きいですから、リスクが大きいものを保険でカバーしないと、うん、でもこれ入ってる人だらけじゃないですか。こればっかですよね。だけど、まあ、最近ね、ここ数年この長期の所得保障っていうのは大事ですよねって話に、まあ、ようやくなってきて、うん、今はあの保険会社もこれを積極的に PR してやろうって言ってます。で、それがだから今言った死んだ長期働くやりの方がリスクが大きいんで、まあ、そういう意味では流れ的には正しくなってきて、うん、この長期の所得保障はまあ、言い方いろいろあるんですけど、今はまあ就業不能保険、まあ、所得保障ではまあ就業不能を保障する保険みたいな形になっています。で、まあ、最後に、まあ、今言った、短い期間ね、まあ、数ヶ月とかは病気がみたいなのは医療保険とかがん保険でカバーされているものなんですけど、まあ、これも同じでですね、まあ、実際まあ、がんでも病気でも怪我でもいいんですけど、になった時に、まあ、どのぐらい入院とかにお金かかるのか、生活費にお金かかるのかって話があって、でその時、まあ、そのお金がどのぐらい準備できているのかっていうのを、まあ、正しく計算する必要があるんですね。で一般的には、まあ、こっちもアバウトだし、まあ、実際どのぐらいお金持ってますかとか、まあ、ここら辺っていうのは病気怪我になると社会保険でですね、サラリーマンの人とかは、まあ、例えばなんですけど、まあ、高額療養費って言って、うん、病気になった時に、病院代が安くなる制度があったり、あとはね、なんていうか、健康保険でも、まあ、きちっとですね、就業不能の間、カバーされる保障とかがあったりするんですけど、うん、大体の人は、まあ、当然知識としてもそういうものが少ないんで、やっぱこのかかる費用もざっくりだし、うん、準備できてる費用もざっくりですよね、うんうん、だから本当に医療保険、がん保険真剣に考えになったら、こういうことをやっぱり数字でしてから、え、ほんまにいるかどうかを、うん、考えなきゃいけなくて、まあ、さっきも言った、まあ、本当に必要な人っていうのは、まあ、もちろんいますけど、うん、まあ、そんなに多くはない。そうですよね、3ヶ月ぐらい働けなくなったからといって、そのどうしようみたいなことには、まあ、まあ、特にサラリーマンの人の方がその社会保険っていうのは厚いんで、うん、自営業の人は割合3ヶ月も働けないので全部収入が、ね、自分が働いてるからこそ稼いでるっていう人はまあこうなんだけど、うん、まあ、割合サラリーマンの人は例えば2週間ぐらいだったらなんか有給消化したら、うん、まあ、給料下がらなかったってこともあると思いますし、意外とじゃあサラリーマンの方はこれ必要じゃ実はないよっていう人も結構いらっしゃるっていうことですか。ないよっていう人もあるし、あとはね、サラリーマンの人は単なる保険なんていうのかな、健康保険の人もいれば、割合会社が大きいとですね、その会社単位で健康保険組合っていうのがあって、うん、これがまたなんか充実してたりするパターンがあるので、うん、もう本当にね、2、3ヶ月だったら全く収入落ちないっていう人もいるんですよ、世の中に、うんうん、でそれがまあね、当てはまるかどうかわかんないですけど、とにかく制度が結構いろいろあるんだけど、そこまで調べてやってますって話で、絶対やってない。まあ大体やってないです。だからざっくり言うと、まあ、さっきの話と一緒で結構多めに入っちゃってるね。そこら辺はやっぱ見直さないといけないわけ。そうですね、だから結構ここら辺やるのって大変なんですよ、厳密に。自分でできないんじゃないですか。まあできないでしょうね。だからまあなんか誰かにやってもらうしかないだろうなとは思いますね。でもその見直しは絶対必要ですよ。長い目で見た時にはその見直しちゃんとやっぱり誰かにやってもらってでもやらないと。そうですね、まあ、例えばね、ちゃんと計算してったら思ってたよりも半分で済んだって言ったら、うん、まあ、それ皆さん1万とか2万とか毎月お金払ってたら、うん、5000円とか1万円とか半分になるわけじゃないですか、うん、まあ、大きいですよね、支出として。じゃあ学資保険はこの中のどこに入るんですか。学資保険は、もう一部ここみたいな感じで、コンセプト的には死亡保険です。なぜならば、そのかけてる親のお父さんが亡くなった時に、亡くなるんだけど学費が出ますよっていうのが学資保険なんで、うん、まあ、その、
お父さんが亡くなった時にそのリスクに備える保険っていう要素が学習保険は、ね、一番強いです。お父さん亡くなった時にこの保険、これ保険を入れるわけですよね。そうだからちゃんとここの死亡後にかかる費用を計算して保険入った人は学資に入ると追加で入っちゃうから、そういうことですよね。ダブルになる、ダブルカウントになるからやっぱ無駄だよねってことになっちゃう。そしたら保険じゃなくてコツコツ貯金が流用してた方がまあいいよね。このここが二重かかってるところになります。なぜなら学資保険を死亡保険だとあんま思ってない、うん、あくまで子供の教育費を貯めるための保険みたいに、でもし入るんだったら、まあ、分かんないけど300万円分の保証券入るって言ったら300万円分死亡保障落としたらいいんですよね。ああ、ね、なるほどなるほど、うん、そしたらそっちのメインで払ってる死亡保障も削れますから、うん、まあ、そのぐらい微調整したらいいとは思いますけど、まあでもね僕は学資保険反対派なんで、まあ、入らなくていいと思いますけどはいね、保険こんだけ、まあ、種類があって、はい、まあ、ポイントは死亡保障を考えなきゃいけない、その次は長期の働けない時のリスクよ、はい、で最後がんとか医療ですよと、で、あと細かな割合設定っていうのが、まあ、意外と大事で、これで保険料本当変わってきちゃいますんで、まあ自分じゃ難しいんで、まあ、やっぱりそれはプロの人使った方がいいんじゃないかなと。そこはちょっとお金がかかったとしても、やるべきなのかなと思いますね。そうですね、自分で絶対できる、絶対無理やつ、ね、で保険ってね、何十年も払うもんなんで、うん、まあ、最小のね、コストはある程度かかっても、適切なものに入った方が、まあ、結果安く済む。はい、ということで、見直しのポイント、分かりました？もう勘違いしてたりとか、全然知らんかって、みたいなこといっぱいあったんじゃないかなと思いますけど、見直して、ちゃんとね、適正な保険に入っていただきたいなと思いました。すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。